<laughs> あのさ、動画撮ったわけよ。動画撮って、今動画あげました。今動画撮ってますいや。すごい状況だよな。で、なんて言うんだよな。あ、結構ストックあるなって思ったわけよ、動画の。動画のストック結構あるなって思ったら、10本中8本同じ動画だったっていうね。ストックの動画消し忘れてたって話。 もう余裕ぶっこいてたんですよ。あ、10本もあるなら全然いいだろうとか思ってて、その、やったらこれだよ。全部あげたんでもう消します、全部。ね。いや消し忘れ俺はえ、その、パソコンを重くしないためにもう消しちゃってんの。 YouTube 上の動画を消しちゃうと、俺の動画一生見れなくなっちゃうんだよ。あんまり動画ねえ、だから2、3本とか5本くらいはもう永遠に見れない動画があるわけ。なんかトラブルで。トラブルっつうか、まあ一つあるわな。任天堂ンドースイッチのワン、ズー、スイッチのあれやったとき、あの、ニンテンとなんかそういう契約をしなきゃいけないの。任天堂アカウントみたいな。 ニンテンドーと共に動画をクリエイティブしていきましょうみたいなのに入んなきゃいけないの <laughs> そんな感じに入ってないから収益は全部ニンテンドーに持ってかれるよって言って苗えて消したでようやく僕も収益化できるようになったぞやったー <laughs> まあこれからちょっと色々動画撮りつつえっとねあの800本の動画に全部ね収益ボタンを押すと、まあ、どれくらいな作業になるかって結構面倒くさいんですよやっぱ あのー、800本、じゃあ830本か。まあ825本なんですけどね。まあ827本。うん、え、割る、え、30なんで。27回作業をやるんです。だいたいもうね。まあ、1時間くらいはずーっと、早くて1時間、ずーっとね、広告の作業をポリポリしなきゃいけないんですよね。いや、まあ一括でできるんですよ。でも一括できるのも最大30個までなんで。 まあなんか、なんか、ちょっとやれば収益とかもできるやったや。やっと収益化できるぞ。って言いながら、そんなね。まあ、やったいや、そんなことよりさ、どんなことよりまあまあね、動画あんま撮ってなかったんですよね。まあ動画出しますけど、撮ってなかったのは単純になんか、ネタがない。でもネタがないからネタをくれってわけじゃないんですよ。 単純にね、ネタがないからネタをくれっていうのはちょっとちゃうなと俺も思っててネタを責びるほど俺は困ってねえぞとあのー、使命感あ誰かが待ってるから動画やんなきゃっていうのは絶対やっちゃだめなんですよあと何が怖いかって俺がね、いつもコメントしてくれてる人の名前を動画で出すとその人がコメントしなくなっちゃうっていう。 現象が起きるんです。でもその人多分今ね、あの、秋休みで旅行してんだよ。そういうことにしておこう。あん勉強をしっかり頑張ってんでしょ。ね。頑張れ。いや、合唱祭練習で全然見れないのかな。まあ、ね。ということで、これからもね。スタートラインにようやく立てたかな。大富豪の道のスタートラインに。ということでね。 次回の動画でお会いしましょうっていうのは好きなんですよ。バイバイ。